地から漫画文化を発信しようと毎年開催されている4コマ漫画大賞。17回目となる今年は全国42の都道府県から1550点の応募がありました。応募作品が1000点を超えるのは7年ぶりで、コロナの影響で応募が減った去年に比べ2倍近くの応募数となりました。このうち入賞作品に選ばれたのは13点です。去年はやはりコロナが流行ったということで9割型コロナネタっていうような感じに見受けられたんですが、今年はまあそれももう日常になってしまったのか、いろんな日常の一コマ切り取ったネタですとか、バラエティに富んだネタになっておりました。社会問題をユーモラスに扱ったものや、雨を傘にためて飲もうとした結果傘が壊れてしまうという可愛らしいものまで、さまざまなテーマの作品が並ぶ中、中学生以上の一般部門で最優秀賞である福ちゃん大賞に選ばれたのはこちらの作品です。女性が洗い物をしている間にニュースから野球にテレビのチャンネルを変える男性。一方、先ほどのニューススタジオでもなぜかアナウンサーがリモコンを操作すると、家のテレビ画面がニュースに戻り、先ほどまでテレビを見ていた男性が洗い物をしています。リモコンで操作しているはずが逆に操作されているという恐ろしさをセリフなしで伝えた部分が評価されました。また小学生以下のジュニア部門で福ちゃん大賞に選ばれたのは、南国市の大篠小学校5年生那須彩乃さんの作品リンゴです。坂をコロコロ転がるリンゴに足が生えびっくりした様子の女の子。すると中から出てきたのは、起承転結がしっかりと描かれたことが評価されました。これらの入賞作品は横山隆一記念漫画館のホームページで見られるほか、12月3日から26日まで5階の展示室でも公開されます。